将軍がいなかったら結構ヤバかったかもね。駒がこんなに増えてるなんて。おや、あそこに何か。人が倒れてる、助けよう。ノエ、しっかり。って、この人、いつかのメイドさん？大丈夫そう？息してます。目立った怪我もなさそうですけど。顔見知りか？最初のヤバーナの近くでコマに襲われてた人なんです。こんなところでまた襲われるとは災難だな。しかし、美しいな。最初のヤバーナってことは、アチキがひどい目に遭わしちまったってことかい？何かあったのか？ちょっと、いろいろありまして。あ、カンナ将軍はくれぐれもヤバーナに近づかないでくださいね。めちゃくちゃ危険ですから。欲望の塊って感じだもんな。マスターと調和してるから大丈夫だと思いますよ。うって、また出た！罪滅ぼしのチャンスだね。きっちり守ってあげるんだよ。はい、一味姉さん。地方にも魔物の湧く穴ができてしまったのですね。困りました。
どうして行くとこ行くとこ魔物が出てきてしまうのでしょう。今はまだ運はなかったと言えるが、そのうちどこもそんな風になるかもしれないな。そんな、心配するな。魔物の穴などみんな私が封じてやるさ。あの、あなた様は？私はカンラ。今日からしばらくは君の護衛役だ。美しいお嬢さん。ベルツォフカと申します。お見知りおきを、カンラ様。おやや、いいの、キナちゃん。ライバル出現よ。誰が、誰のライバルなんだ。ベルツォフカさんはその格好で旅をしているんですか。はい、私ノラメイドですので。ノラメイド？私のことをメイドとして雇ってくださるご主人様を求めて旅をしているんです。だからノラなんですね。その器量なら働き口に困ったりしないだろう。でも私呪われているんです。そのせいでポンポニエールでは決まったある種を見出せませんでした。呪い、どんな？それは、この子に取り憑かれているんです。で、魔物、いや、兵器。この見た目ですので、どこに行っても気味悪がられてしまって。ほんとしたものかに、なんちて。はて、上げたね。腕を上げたというのか。あの、皆さん平気なのですか。気味悪いも何も、うん、こっち普通にゾンビいるしな。そのってゾンビと相性いいみたい。お話し中ですけど、またコナが来ました。ベルト、メイドさん、できたらそれでやっつけちゃって。それがその、どっちが当たった。さあ戦闘よ。
はキナちゃんよね。なんで私が暗いな。ふざけんな。小坊さん、行くよ。キツネちゃん、決まった。出番よ、キツネちゃん。やるね、小坊さん。上がり、あつきにかかればこんなもんさね。それ武器じゃなかったの？お役に立てなくてすみません。見かけ倒しなんです。怪我はないか？ありがとうございます。カンナ様こそ。さっき噛まれてなかった？うん、どうってことないわ。よかったら私に手当てさせてください。手当てってそっちの手で？はい、じっとしていてくださいね。引いていく。この子、肩こりを治したり腰痛を和らげたりするのが得意なんです。見かけによらず回復アイテムなんですね。欲しいかも。見た目で敬遠するのはもったいないわよね。それで妖怪の住む大間の里へ？この手を受け入れてくれるご主人様に出会えるんじゃないかって。気に入った。怪我を治せる上に見た目もかっこいい。私は好きだぞ。カンナ様、イチャついてる場合か。また出てきたぞ。またか。ちょっと多くないかい？これってもしかしてボスが近くにいるパターンじゃないですか？船に近づけさせないためにも退治しておかないとね。あ、はい、何でしょうか？
私もですか？はい、わかりました。私もお手伝いしてもよろしいですか？え、大丈夫なんですか？え、私もお力になりたいんです、皆さんの。マスターが話してくれるよ。すっかり暗くなったし、野営にしようか。そうね、まだ里まで数日かかるし。よかったらその手をもう少しだな。かしこまりました。だったら見張りはあちきが引き受けますよ、将軍。
ンダー将軍？え、ポンポニエールの大魔将軍？